イスマイル・ベナセルは、フランスアルル出身のプロサッカー選手。アルジェリア代表、AC ・ミラン所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元クラブの AC ・アルル・アビニョンで育成され、2015年に、アーセナル FC に移籍。2015年10月27日の、フットボールリーグカップ4回戦、シェフィールド・ウェンズデー戦で19分に、セオー・オルコットと交代し、トップチームデビュー。 2017年1月31日、シーズンいっぱいの契約でリーグドゥノトゥール FC にレンタル移籍することが発表。2017から18シーズンから2年間はエンポリー FC でプレー。2019年8月3日、AC ミランと5年契約を締結したことが発表された。2016年7月31日、アルジェリアサッカー協会がベナセルの代表入りを 発表した。アフリカネーションズカップ2017予選、レゾト戦でアルジェリア代表デビュー。アフリカネーションズカップ2017本戦では、練習中に不勝離脱したサフィル・タイデルに代わり追加招集された。アフリカネーションズカップ2019では、全試合に出場し、優勝に大きく貢献。自身も大会 MVP に選出された。2020年10月13日。 フレンドリーマッチのメキシコ戦で代表初ゴールを決めた。国際 A マッチ26試合一得点両親は、それぞれ、アルジェリアとモロッコの移民である。ありがとうございます。